でなん、光によってやっぱ変わるのかな。染めてないよ、め全然昨日と一緒、昨日と一緒。光によって変わるのではっていう話だね。今日も配信、いえ今日も見てくれてありがとう。色違うね、確かに。こんばんは。ちょっとまあ、ちょっと前髪がさ、長い毛がいっぱい出てくる。今日は初詣通して帰ってきました。かわいい、ありがとう。おみくじそういえば大吉だったよ。嬉しい。お餅は食べてない。初売りは行きました。そう、大吉だった。だからね、いいこと書いてあったよ。いい年になるといいなと思っております。私今日だった、本当やったね。ここはニキビができておるので、そこはちょっと内緒でお願いします。確かに初詣ではないわ。いい年にしようね。なんか長生きがいっぱい出てくる。やだー。生きててくれて大吉ありがとう。ちょっともう前髪嫌になってきた。そう、お洋服は買ってないよ。なんかね、いろいろね、いろいろな準備をしてました。自分のものは買ってないんだよね、意外と。ちょっと前髪がもうやだ、嫌い、めんどくさい。そう、8時ぐらいまでやろうかなと思ってる。前髪泣いちゃうよ。頑張って薄くしてるんよ。前髪までアイスありがとう。左の薬指じゃない、中指だから安心して。生写真販売買えるように頑張る。ありがとう。8時、そっか。そう、でもちょっとしか今日はできないんですよ。ラジオもあるのでね。そう、ちょっとだけでもやりたいなと思って。安心したわ。安心して。そうそうそう、ちょっとでも嬉しい、よかった。かわいい、ありがとう。あれ7時40分で私言わなかった？そう、7時40分からだから、ちょっとしかできないってこと。喉大丈夫だよ。8時って言った、8時は生写真の方じゃない多分。8時までする、あ、そういうことね。ごめん、8時までするって間違えだわ。ごめんなさい。7時40分までやるよ、ニコラフだから。8時から生写真だから8時って言っちゃった、ごめんなさい、間違えちゃった。まつげフェチだから目の寄り見していいよ。目の寄り少しでも見れてよかった、ありがとう。こちらこそ。最後の生写真か。そっか、最後の生写真なのか。そうだね。声ちょっと枯れてる。嘘、本当枯れてるかな。どうなんだろう。にゃん。配信幸せ、よかった。なんかさ、
なたの影響で影響占い払わった一緒だ、嬉しい。なんか目綺麗に見えるわ、ここ声枯れてても可愛い、ありがとうね。いろいろ最後になっていくの寂しいね。前髪が、目が好き、ありがとう、こんばんは。どんななと思ってか、ありがとうございます。本当に嬉しい、みんなの言葉、優しい言葉ばっかりだから、本当になんか嬉しいです。私はとっても、なでなでしたいくらいかは、ありがとう。そうそう、今ちょっと落ち込んでるというか、まあ少し悲しいことがあったので、嬉しいです、みんなの優しい言葉を見て。まつげさ茶色なの、今日茶色いマスカラした。今日も世界で一番可愛い、ありがとう。そう、ここにいるファンの方は絶対にそんなことしてないからさ、言えないんだけどさ、なんかやっぱ直接さ言われて傷つく言葉とかあるじゃないですか。でその自分から見に行かないことはできるんですけど、その直接届けられると見てしまうので、そうだからねって思いますね。なんかなんだろうな、体型のこととか前髪のこととか、なんか直接傷つく言葉を私に届けるというか、まあ、届いてしまうので、それはなんて言うんだろう、まあ、見に行かない、なんて言ったらいいんだろうな、難しいんだけどね、直接は言わないでほしいなって思う。なんかそうそうなのよ、トラウマもあるからさ、昔の一回ご飯食べられなくなっちゃった時とかもあったし、そうすごいそういうの蘇ってきちゃって、なんか悲しくて、そうでもそういうのなんて言うんだろう、あんま言うのも、今言うのも嫌だしって思ってたんだけど、なんか直接言わないでほしいなって思う。そう届くようにね、言葉にして私に、まあここにいる人は言わないと思うんですけど、そうそう、だからみんなの優しい言葉が届いてるからね、私はとっても救われてます。言うべきじゃないなって思ってたんですけど、ごめんなさい。ありがとう、みんな優しい、ごめんね、言うべきじゃないよね。どんな時も味方してる、ありがとう。こんばんは、優しい、みんな幸せな言葉しか目に入らない世界線。そうでもみんながみんなからいっぱい救われてるのでありがとうございます。楽しい話しようか。やだよ、厄年じゃないって思ってたんだけどな、私。みんながいるからきっとハッピー年ですね。大丈夫。ハッピー。昨日寝まなかったら相談乗ってたからって。今日は相談乗ってくれるんや、みんな優しいな。嬉しい。いや、そう、私も卒婚のために痩せなきゃって思ってるんだけどね、食べちゃうんだよ。お正月とクリスマス挟んだらもうしょうがなくない？しょうがないよ、もう頑張るから許して。てか前髪長すぎん、ここの、もう前髪もう本当に。なったんが与えたもなちゃんと帰ってくる、ありがとう。ありがそう、自信、ありがそうだ、自信つなげます、ありがとうね。ももちゃん、ありがとう。
画効力すぎ、それな。そう、でも頑張る。どんなのいいちゃんも世界一好き、ありがとう。なったん昨日そんなのってか、心軽くなってよかった。自分綺麗だわ、優しい。そうそうそう、難しいよね、人って、人生って。昨日あんな私が人生楽にタフに行きましょうとか言ってたくせに、ほんと自分のこととなるとこうなるよね、私って、って思います。ポムちゃん、ポムかわいいよね。ポムのこと考えると泣きそうになっちゃう。なんかポムが大好きすぎて泣く配信、何、泣き納めしたはずなのにな。そう、待って、みんな泣かせる言葉を言わないでほしい、本当にやめて。いい加減にして。うん、ね、これポムの そう、なんかポムって可愛いよねっていう話で泣きそうになっちゃった。ポムめっちゃ可愛いよ。そう、愛の涙。一回ローマ字挟む、やばい。昨日の友達も昨日もいっぱいローマ字送ってくれた、可愛い。グローバルなやつめっちゃおもろい。ポム。大丈夫だよ。好きだよ。私も。かわいい。I love you. かわいい。ポム。大好き。ポム。みんなおもろすぎる。本当に。私の番の方って私のこと笑わせるのも泣かせるのも上手すぎない？自信持ってありがとう。遊びに来て、かわいいよ。ナタン、またグローバル。味方、好きや。待って、めっちゃおもろいんだけど。リップ片手に中んで、それ何もリップ置いたよね。いつもいつだって世界一か、ありがとう。かわいすぎて、こう、た、こっちが泣く。ビッグラブ、好きが止まらない。味方大好き。水筒よ。なんかさ、長いとなんだろうって気になっちゃうじゃないか。もう好きすぎるな、タンちゃん。泣いたり笑ったり忙しい、それな。2日続けてグローバル配信なの、ほんとやめて、マジで。かわいすぎる情緒。元気になってきた。ありがとう、みんな。笑わせてくれて。大好きチャンネル？愛してるよ。幸せ。おにぎり食べたい。幸せ。で、いてね。あ、爆笑してるの好き。あのさ、おもろすぎない？こんばんは、なぎちゃん。めっちゃおもろい、マジで。みんな幸せチャンネルすぎる。ありがとう。みんな戻ってきていいよ、日本に。なんやこの配信、ほんまそれなんよ。みんな戻っておいで、ただいましよ。日本にお帰り。あのさ、帰国かも。緊急帰国してきてくれたみんな、ありがとね。面白い。もう戻る。日本に戻ってきたみんな、本当に
帰国、緊急帰国してくれてありがとう。おかえり、マジで、みんな。呼ばれたから帰ってきた。ちょっと前髪もいい感じになってくれて、私の味方になってくれたのでは。本当にね、面白い。私、ショールームするとマジ元気出る。元気100倍、アンパンマンちゃんになった。日本語安心するわ。私だけ海外行きそびれてた、やめて。おもろすぎる、みんな、本当に。大好き。マジありがとう。なんか私に毎回、毎回元気くれて、マジで。すごいよ、みんなは。私の元気の源チャンネルすぎ。元気になれるよ、みんなのおかげで、本当に。リップも塗る元気出たもん。大好きチャンネルすぎ。たくさん元気あげる、ありがとう。なんかリップ、このリップ可愛くない？なんかマットで可愛いんだけど。めっちゃいい色、それな。なんかちょっと塗りすぎたんでは。面ケアされてる、よかった。みんなの面ケア係に慣れてますか、私は。急にリップ紹介やばい。シピシピの、あ、やっぱフワマットティント03のいちごチャイ。みんながあなたを元気にしようとする空間好き、それな。いつも支えてもらってます、よかった。私の iPhone ケース水色、あ、ちょっと自分で見ようとしたらこれ完全に部屋の中見せちゃうことになるわ。あ、水色では。免許された、めっちゃ。待って、今何分だろう、もう時間やばいのでは。嬉しい、みゆちゃんがあなたに会えたって配信で喜んで、ありがとうございます。そう、桃色歌合戦、いろんなアイドルさんにお会いできてすごい嬉しかった。28分 ?35 になったらランキング読むね。そう、あのアンナがさ、リボンの話してたじゃないですか。リボン触りたいみたいに言ってくださった。そう、トキセンさんなんですよ。そうなの、めっちゃ嬉しかった。そう、須田亜希ちゃんがもともとね、無敵クラスでね、そう話してたから、あと日和ちゃんかな。そう、須田亜希ちゃんはずっとね、仲良くさせてもらってました。はるたん、ありがとう。鏡餅、鏡餅大好き。フランス行きたい。トキセンさんマジで終始可愛すぎて涙出ちゃった。可愛い可愛い可愛いってずっと言ってた。ドレイヤーしたいのに、ナータンに夢中になりすぎて一生部屋を髪サラサラになっちまうで。キニリン、ありがとう。ナギちゃんね、元気いっぱい届けて、私も届いてます、ありがとね。私の一番可愛いところに。そう、トキセンさんめちゃくちゃみんないい子で可愛い。アイドルさんっていいなって思いました。可愛いなって。一つ言ってもいい、私さ、アイカツのさ予告見て泣いたんだよね。マジでアイカツが卒業ライブやるんですよ。卒業ライブというか、まあのなんて言うんだろうな、学校卒業しちゃうからすっごい寂しい。泣いた、予告だけでね。わかる、アイカツあれ絶対泣くよね。アイカツとナータンは私の接種嬉しい。あんちゃんがピンエンの尊い話ね、ピンクエンジェルの可愛い話。私たちツインテールでしょ、ツッチャイでしょ、だって私たちツインテールだねって言って、ツインテールだよねって話してた。そう、キアラと、あと昨日話してなかった、あ、今日初めて話したねみたいな話もしてたね、キアラと。意味わからん絡みをして可愛いって、みんながサナツンがもうもだえてくれてた。
もうほんとピングエンジェルかわいい、世界で一番かわいい、尊いって、さなつんがずっと一人でピンエンの絡みを見て、さなつんがずっともだえてました。嬉しい。そうだから、さなはもう狼とプライド最善で見ていいよって言った。そうもだえすぎてた、おもろかった。そうあとね、なんだろうな、裏話あるよ。あ、そう、元カレですを披露したじゃないですか。もう私はそのアイドル中ね、メドレーだったから、でもやっぱ一人だったんですよ。まあそのアイドル中で、ですごい寂しくて、あの元カレですのチームに私は混ざってました。私もしかして元カレです出るんかっていうぐらい元カレですのチームにずっといた。そう、あの狼とプライドは私たちが今プライベートでやるから前で見てほしいよってことだよ。そう、あのさなつんは好きなんですよ、だからやっていいよって言ってた。これはプライベートの話なので、ちゃんとプライベートっていうことを分かっててくださいね皆さん。ね、そう、ピンエンといえばロボキッスもですけどね、ロボキッスも見ていいよって。あとピンエンでやったの何だったっけ、今までロボキッスとオオカミとプライドと、あと何がやってたっけ、その2つか。そう、その2つだね。よくプライベートでやってるよキアラと。時々ね、その2つだっけ、キアラと2人でやってるのって。ねえ、ロボキッスも懐かしいよね。呼んでよ、やばい。そうそうそう、キアラとプライベートでよくやる。豪華すぎるプライベート、やばい。思い出蘇ってくるね。モーメントか、モーメントでいつか、じゃあ奇跡みたいな2人分かる、どこに振り込んだらいいかな。おもろすぎ。あとなんだろうな、裏話なかったかな。元カレですを一緒にさやったやつとぐらいかな。あとなんだろうな、それぐらいかな。34分やばい、課金させてください。どうしようかな。みんなも最善で見たい。ねえ、5分やばい。裏話またやばい、そうだね、早く裏話しなきゃ。いっぱい裏話させてください。じゃあ、いきます。名前を呼んでいきます。一気、今日も元気をくれてありがとう。大君、今日も元気をくれてありがとう。マーライオン、今日も元気をくれてありがとう。マサール、今日も元気をくれてありがとう。ハンドロッカー、今日も元気をくれてありがとう。キムソン、今日も元気をくれてありがとう。いちご大福、今日も元気をくれてありがとう。まんじゅう、今日も元気をくれてありがとう。ヒロキング、今日も元気をくれてありがとう。セシリア、今日も元気をくれてありがとう。ハルタン、今日も元気をくれてありがとう。キリリン、今日も元気をくれてありがとう。ももちゃん、今日も元気をくれてありがとう。寂しい。本当にありがとう。みんなのおかげで元気出た。とってもとっても。私も大好きだよ。寝てた、おはよう。今日も斉藤渚ちゃん公文みんなしてくれるんだろうか。それでまた元気を出すので、斉藤渚ちゃん公文いっぱい送ってね。約束。一生大好き、私も大好き。新ネタ考えます、やばい。昨日もちょっと違ったね、みんな年始バージョンだったね。もろかったよあれ。
斉藤渚ちゃん構文みんななんか流行語大賞にさせたいとか言ってくれてめっちゃおもろいの。斉藤渚ちゃん構文しかからしか得られないね本当にものありますから、斉藤渚ちゃんの免許はいっぱいしてください。もう一回さっきの顔ください。どれ？こんなに大好きなのに思い伝わってるよ、もちろん伝わってるに決まってて、おもろい。伝わってるけど私の気持ちも伝わってるかなって逆に思ってる。免許はたくさんします、ありがとう。今日はつもで行ってきた、いいな、たくさん笑って幸せになってほしい、もちろん好きやで、一生好きだ。ナタンがニャンって言わなくな、確かにニャンって言わないかも、ニャン。伝わってるよかった。マットリップかわいいな、これ使おういっぱい。こちらこそ久しぶりにつぶやいてみます、やったー、ミリニャータ。今日も生きててくれてありがとう、こちらのセリフなんだよね。これからもたくさん愛を届けてください。ポム、うん、ポムちゃんのおかげでニャン成分が確かに薄くなったのかもしれん。トドナー見てるに決まってるじゃん、私ずっと見てるよトドナー。今日カスタードンと大葉焼き食べた、一緒だ、ワン寄りになったかも。大丈夫だよ、私もナータンの配信とっても好き。私も大大大好きだよ。ワンって言おうかな、これから。配信ほんと元気出る、よかった、そう言ってもらえて。え、今何分ですか？もうやばい時間。悲しんできた、悲しんできた、やばいじゃん、なんでそういうこと言うの。みんなありがとう、元気をくれて、ずっと大好きだからね。うさぎ年だからピョンって言ってほしい、ピョン。みんなありがとうね、元気が出ました。たくさん斉藤渚ちゃん公募お待ちしてます。バイバイ、ありがとう。